ももポーズももちゃんから教えてもらったんだよねこんなかなはいチーズイエーイ <laughs> 八はいチーズイエーイいいですかね <laughs> 今日は時間ギリギリになってスクショタイムにならなかったのでセーフです今日のね とりあえずのミッションはクリアです <laughs> じゃあ質問に答えていこうと思います前はね好きな星座まで答えたから次は好きなアイスについて答えようと思いますうん <laughs> とね私の好きなアイスはパルムですあと あの名前忘れちゃったんだけどなんかアーモンドが砕いてあるチョコがかかったアイスが半分とクッキーでサンドされてるアイスが半分のアイスわ <laughs> かんないなんて言えばいいんだろう何アイスだろうあれなんだっけねなんとかアイスが好きなんか多分パルムと同じ 会社のとこ何だっけな名前忘れちゃったなんかどっち側からでもあけれてチョコ側から食べたかったらチョコから食べてあのクッキーサンド側から食べたかったらクッキーの方から食べるみたいな <laughs> 名前が分かんないうんなんかこれぐらいのやつ <laughs> あとパピコもめっちゃ好きだしうんなんだろうとえ雪見大福もめちゃめちゃ好き美味しい大好きガーナのチョコクッキーサウンド多分それ絶対に多分それ それ絶対にそれ <laughs> なんかお得感があって大好き <laughs> そうパピコ大好きなんかパピコもさなんかお得感あるよねわかるなんかねパピコのぶどう味があるんだけどあれ本当に美味しいびっくりするほど美味しいよ <laughs> そう アイスはね、いつ食べてもおいしいからねうんうんあとスーパーカップもめちゃめちゃ好きだしうんうんでもアイス基本的に大好きかも。 かなおすすめのアイスあったら教えてねー <laughs> ハーゲンナッツは本当に食べない高級すぎて <laughs> そう本当にお母さんに買いに行くみたいな <laughs> そういういい時しかないかなもでもなんかアイスの味だったらチョコミントが一番好き大好きチョコミント <laughs> そうですかねピスタチオね食べたことないんだけどねももちゃんがピスタチオめっちゃ好きだった気が分かるうん <laughs> その記憶がすごいあるうんもうずっと「うまっうまっうまっひろかうまいわこれ」って言ってた <laughs> <laughs> 結構似てるかもでももっとかわいいよももちゃんの言い方はでもなんか目が ててててなななっっっっうまたな <laughs> なんかこんな顔じゃなかったでもそうでもすっごい美味しそうに飲んでた記憶ある <laughs> そう笑いが止まらなくてその時に <laughs> かなうんじゃあ次の質問は 名前の由来はです名前の由来はえっとねそうメモったんだよね広い範囲で花を咲かせ人生を彩ってほしいだそうです <laughs> なんかそのまんまなんですけれども <laughs> なんか私ね多分っていうか お母さんも言ってたから本当のことなんだと思うんだけどなんかお母さんがそのあ違う私がもし男の子で生まれてきてたら8月8日生まれだから絶対エイトって名前になってたらしいのねエイトだったらしい私ヒロカカッコエイトなの名前的には <laughs> うん 女の子だったら、ひろか。でも、男の子だったら、エイト。感 <laughs> 情はよくわからないけど。なんか、八だから。八の英語はエイトだから。佐藤エイトになってたかもしれないんだよね。<laughs> っていう話は聞きました。そう。あとね。あと、なんか。 広かって「広い花」って書くんだけどなんか広かじゃなくてなんか別の名前の候補もあってでその名前になんか「夏生まれだから夏」っていう字も入ってたみたいななんだったかね忘れちゃったけど <laughs> そうその話をしたかったの佐藤エイトだったかもしれないっていう話 そういう話をしたかった。じゃあ次の質問いきます。お、大型です。<laughs> なんかよく大型っぽいって言われるけどどうですか？何型っぽく見えた私。<laughs> あ、でもね、なんか「めっちゃおう」って言われるかも。<laughs>